株式会社エプコ代表取締役 CEO の岩崎義之です。本日は株式会社エプコの会社概要についてお話をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。会社名は株式会社エプコで、このエプコという名前はエネルギープランカンパニーの EPC を取りましてエプコということですから、エネルギーをプランニングしている会社でございます。設立は1990年の4月、2002年の7月にはジャスダックの方に上場をしております。事業拠点につきましては東京が本社、沖縄に設計センターとアフターメンテナンスを担当するカスタマーサポートセンターがございます。それから香港にアジアのヘッドオフィス、それから中国の深圳と吉林に設計をする CAD センターがそれぞれございます。経営理念でございますけれども、当社は社会問題を解決して国民生活に貢献すること、これを経営理念として掲げております。これまで建築業界が抱えていた社会問題を住宅設備を工業化するということで解決をしてまいりました。今世界が抱える大きな社会問題はエネルギーと考えておりまして、当社設立25周年を第二の創業と位置づけて社名をエネルギープランカンパニーに変更いたしました。世界が抱えるエネルギー問題を解決して人々の住まい、それから暮らしを支えるインフラ企業を目指してまいります。事業内容は3つございます。1つは設計コンサルティング事業、住宅用の給排水や電気、太陽光、ガス設備といった設計サービスを提供しております。2つ目はカスタマーサポート事業、これは住宅全般のアフターメンテナンスに対応する24時間365日のコールセンターサービスです。3点目につきましては電力サービス事業です。住宅用の省エネ診断や省エネリフォーム、ヘムスなどの省エネサービスを提供をしております。当社の強み、1つ目は当社の設計コンサルティング事業の強みでございます。日本全国の地域性、それから住宅仕様に合わせて設備設計から工事の見積もり、部材のプレハブ組み立て図まで一気通貫で提供できるシステムと業務力と考えております。当社の日本の新築低層住宅の設備設計のシェアは 14% になっておりまして、年間10万件を超える設計を手掛けております。2つ目の当社の強みですけれども、当社のカスタマーサポート事業、これは日本全国のお客様から住宅全般のアフターメンテナンスを24時間365日で受け付けて、全国に2万3000社のメンテナンス会社様に修理依頼できるシステムと業務力です。ただいま全国120万世帯から年間50万件のメンテナンスに対応しておりまして、24時間365日でこれらを行っております。当社が手掛けております新規事業でございますけれども、当社の既存事業の強みを生かして新規の電力サービス事業を展開をしております。これは設備機器を修理したお客様に対しまして、住宅会社様と協業して省エネリフォームにつなげるモデルでございます。当社のカスタマーサポートセンターでアフターメンテナンスを受け付けて、それを修理依頼をし、その修理した内容を分析をして省エネを行うとエネルギーコストにつながる、そのお客様に対しましてきっちりと省エネの診断を行って、診断を行った結果住宅会社様が省エネのリフォームを行う、これに伴ってエネルギーコストが低減する、
さらに、リフォームしたお客様については24時間365日でアフターメンテナンスを行っていく、まあ、こういう、まあ、循環型モデルでこの新規事業を伸ばしていきたいと考えております。次に業績面の推移でございますけれども、電力サービス事業の先行投資は完了いたしまして、現在2016年以降は業績回復局面に入っております。当社の過去最高益は2013年に経常利益で 8.3 億円を出しておりまして、2014年から今年の電力自由化に先駆けまして先行投資を続けてまいりました。2016年今期の計画は 3.1 億円ということで業績回復局面に入っております。株主の皆様への株主還元策につきましては、当社無借金経営でございまして、健全な財務体質による安定的な配当を続けております。先ほど申し上げましたように先行投資局面におきましても基本方針の配当成功 50% を維持しまして安定的な配当を重視をしております。現在の株価水準から申し上げますと約 4% を超える配当利回りがございます。当社はこの設立25周年を迎えまして、ここを第二の創業と位置づけております。この2016年4月から始まりました電力小売りの自由化に向けまして、今後省エネルギーを中心とした事業を大きく展開をしてまいります。25年間に培ってきました100万世帯を超えるお客様の設計図、それからアフターメンテナンスの情報を活用してお客様に省エネを提案しながら、このストックビジネスである住宅市場の開拓をし、安定的な成長を目指していきたいと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。